は佐藤、さあバファローズはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをホークス打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。初球ボール、打ちました。下がっていく、下がっていく、レフトボール際、判定はファウル。ワンボールワンストライクです。打ちに来ました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。今のは手が出てもおかしくないボールでしたけど、よく見極めましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ボールになります。スリーボールツーストライク。さあこれで決まるのか。またファウル。スリーボールツーストライク、フルカウントです。引っ張った。レフトバックする、バックする、レフトライナー掴んで、まずワンアウトで振り返って佐藤。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はアウトにはなりましたけど、いい当たりでしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。そうですね。宮城まずは先頭バッターを打ち取っています。今のはバッターよく見ましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。はい、低めわずかに外れてボール。打ったー、大きな打球になった。レフトさ入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。2点差に詰め寄る一発となりました。追い込まれてからのストレート、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。ホークスが追い上げます。4対2になりました。いやー、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、ベンチではチームメイトに祝福され、喜びを分かち合っています。今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。ここで得点が入りました。さあそしてこのチャンスで打席には1番の佐藤が入っています。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。そうですね。二塁タッチもセーフ。内から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。次が3球目。さあ追い込まれてどう狙っていくでしょうか。次はボール気味に来るでしょうね。インコースのボールにライトへ持っていった。フェンスダイレクト、セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。ホークス1点返しました。4対3、その差を1点としました。いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。このまま勢いをつけたいですよね。ここで得点が入りました。さあホークス勝ち越しのチャンスです。打線が乗ってきた感じがありますから、ここも期待したいですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには佐藤が入っています。初球打った。これは大きい。勝ち越しのランナーが三塁を回った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。ホークス勝ち越しました。5対4。なおもチャンスが続きます。見事なタイムリー、勝ち越しに成功しています。そうですね。綺麗に打ってますし、いいバッティングですよね。ここでリードを取っていきます。しかし勝利のためにはもう少し点差が欲しい展開になります。